皆さんどうですか。犬の問題行動ってね、もう散歩が一番重要ですよ。ほんと何回も言うけど、あら、そこをひっつき虫しちゃいますか。ケンちゃんそこダメです、ひっつき虫ですよ。撮りたいと思います。よいしょ、はいどうぞ。正面向いて食べてください。そう送ってもらえるんで、本当助かってますね。はい、どうぞ。持たないんですよ、時間が。食べ終わったら連続でやる人。おやつはこうやってやるもんって昔からそうなんですよ、僕。おやつ。はい、散歩日和。本当寒かったんけどね、なんかねここに3日抜くいうことで、本当助かります。今日ねトレーナーと、シャツだけで2枚で大丈夫ですね。本当、こういう日ばっかりやったらいいねんけど、またね週末に雨とか言ってるんで、また寒くなるんかなって思ってます。温暖の差っていうの、激しいです。で皆さんね、今風ないんで、野焼き、原則的に野焼きはね、禁止なんですけど、大阪府場所によってと思うんですが、農家だけ、特例いうことで野焼きはしても構わないいうことで、ただ付近の住民から苦情が入った時は、行政処分しますということで、行政指導かなしますということで、だから管理しながら、やれば大丈夫なんですよ。で結局、廃棄すればめちゃくちゃお金かかるんでね、だからそんなんねもうすごい負担じゃないですか。僕も本に行ったりともするんですけど、風強い日が続いてね、枯れ草とかね、刈った草とか、でもね、なんかすごかったですよ。いっぺん軽トラいっぱいで3,000円ぐらい取られた。乾かしていったらねそんなに、重量ならないんであれやけど、もうちょっとの間行かれへんわと思って本に行ったら結構な金額取られました。はい、そういうのは別に、置いといてなんですが、散歩皆さんどうですか。犬の問題行動ってね、もう散歩が一番重要ですよ。ほんと何回も言うけど、あら、そこをひっつき虫しちゃいますか。ケンちゃんそこダメです、ひっつき虫ですよ。散歩がねやっぱりすごく重要です。なぜかというと、主従関係ができてなかったら、犬の問題行動ってね、飼い主さん個人でいくら頑張ってもうまくいかないんですよ。で主従関係をまず作るのどうするかっていうのが、日常の生活の中で、飼い主さんが無理なく主従関係を作っていく場っていうのが散歩になるわけなんですよ。散歩ってリードつながってるじゃないですか。だから何かあった時にピョンってこう注意できるじゃないですか。行くなとかするなとか、それをずっとずっとやっていくことによって積み重ねで、犬ってね主従関係できてくるんです。本当不思議なもんでできてきます。でこれが室内で何とかしようと思って頑張っても、結局ねうーとかうなられたりとか噛むぞとかいう、鼻の上しわ寄せられたら飼い主さん引いちゃうじゃないですか。でこの引くいうことが逆に犬を上位につけてしまうんですよ。でそれがならない、一番ならないのが散歩なんですよ。散歩で
やるなって言ったらリードつながってるもんで、あら、おしっこか、あ、おしっこやね。リードつながってるもんで結構ね、あの飼い主さんもコントロールできるじゃないですか。だからコツコツですよ。すぐにできない、すぐにできないけど、コツ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 とね、毎日積み重ねていけば、散歩が楽になってきます。そうすると飼い主さんも自信がつくじゃないですか。で、自信がついて、犬も、あ、飼い主さんの言うこと聞かないといけないって思い出して、上下が入れ替わっていくんですよ。噛むとか吠えるとかそういう問題行動って全部飼い主さんと犬との上下関係が逆になってるんですよ。で、そういうのをきちっとやり替えることで問題行動って徐々にねなくなっていきます。これで、それだけではねやっぱりうまくいかないんですけど、うまくいかないとあれなんですけど、やはり噛むな、吠えるな、ね、あと物に執着して主張してくる犬に対しては主張してくるなっていうのをやっぱり教えなダメです。でもいきなりね教えに行くと、お前 今まで何も言えへんかったのになんやねんっていう感じで逆に撃沈されるわけなんですよ。それを散歩でコツ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 上下をきちっとね、飼い主さんが取っていくようになっていけば、これが不思議と僕の動画を見ていただいて、問題行動改善の方法ですよね。それを実践されたら不思議とうまいこといきます。いきなりやられてねうまくいかない、私には無理なんだ、あの人は特別なんだって思わないでください。まず基本として何かで犬の上位をと、犬より上位を取っていくことなんですよ。それが出てできてきて、飼い主さんが自信できてきて、そこからスタートなんですよ。それで僕の動画をね参考にしていただいて、やっていただければかなりスムーズにいくと思いますよ。はい、ってことで、散歩が重要いう話、これ何遍も言ってますねでも本当そうなんですよ。僕がカムイの直せるっていうのをまず何してるかっていうと、セッションもそうです。セッションもそうなんですが、何してるかっていうと散歩なんですよ。散歩でいかに上位取りにくい犬だなと思ったら、まず散歩やります。でね、セッションなんかで飼い主さんが連れてきて、もうそこで僕を見て上位取れたなっていう犬は散歩は省いちゃいます。でも散歩きちっとできてない、犬なら飼い主さんにね、こうやって散歩したら楽ですよっていうのをお伝えしてます。はい、で散歩をまず完璧にやって、僕自身もね上位取れて、そこからはい問題行動やっていきましょうっていう風にやってます。だからスムーズに一本の動画でノーカットでね、改善の方向、完全に改善はできないですよ、ノーカットでね。でも改善の方向に明らかに向けてしまってるっていう動画をね撮れちゃうんですよ。だからほんと散歩です。で、散歩をもうちょっとおろそかにするっていうかね、もう行けばいいわってなってくると犬また乱れてきます。うちもそうです。散歩をね、ちょっと今日体調悪いからとか忙しいからっていうのでちょっと行って帰ってくるとか、もうどうでもいいわいう感じでタタタとやってしまうようにすれば犬って乱れてきます。言うこと聞かなくなってくるんですよ。ふーんっていう感じ、恋言うてもふーんっていう感じになってきます。問題行動のない飼い主さんもそういうとこ
ちょっと気にしてね、あれちょっと最近言うこと聞かないなと思ったら、もう一度ね散歩きちっと、やり直すというか指示入れて、やればまた元に復活します。それだけ散歩って重要です。はい、ってことで一回切りますね。はーい、はい、裏の畑まで帰ってきました。これ大麦です。一旦ねリセットするために、大麦を巻きました、種をね。でここねいろいろ考えててんけど、もうね思い切ってね、みかん植えようかなと思ってます。やっぱりね、YouTube でしょう。それとあと犬のお世話絶対じゃないですか。絶対じゃないですか。でやっていくとどうしてもね畑がおろそかになって、来るんですよね。でそんなんとか考えると、もうみかんでも植えて放置しようかなとか思ってます。そんなみかん狩りとかできるしね、と思ってます。ちょっとまだ未定やけど、そういう感じですね。はい、ケンちゃん座ってください。あなた座ってください、座ってください。ケン座れ、座りやないとせえへん。あるんですよ、これね、これ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 、これ持ってきたんです。エゾシカジャーキー、エゾジャーキー、エゾシカジャーキー、エゾジャーキー。ケンちゃんがね食べるのが一番好きっていうのをよくコメント入ってるんですよね。この食べてるとこが可愛いっていうなあ。だからちょっと、最後に動画に撮りたいと思います。よいしょ、はいどうぞ。正面向いて食べてください。そう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 、おいしいな。はい、アドミニスさんからね定期的に、たくさん送っていただいて本当助かってます。この子らこれなかったらね楽しみがないんですよ。で箱単位でね 毎月のように送ってもらえるんで本当助かってますね。はい、どうぞ。この頃やったらね一袋でも足りないぐらいで、僕のやり方がまあこんなんやから全然このもう食べ終わったらあげて食べ終わったらあげてをやってるから全然あれなんですよ。時間がもうすぐ、時間がすぐおかしい、持たないんですよ時間が。食べ終わったら連続でやる人、おやつはこうやってやるもんって昔からそうなんですよ。僕おやつってこうやってやって一袋すぐなくなるんですよ。皆さんこういうことしませんよね。僕ねもう今アドミネイさんにもらえるからやってるんじゃなく、昔からこんなやり方なんですよ。はいはい、いるんやったらどうぞみたいな感じで、食べ終わったらはいまだあるよみたいなで、もうおしまいみたいな感じで やってるんで、なんかねおやつ使っていろいろとかやったこともあるんですよ。やったことあるんですけど、あんまりね僕としたらあんまり言うこと聞けへんかったかなっていう感じ。やり方まずいんかもわからんけどまあ座ったりとかはね、そういうコマンド教えるのは楽やったけど、それを今度おやつを期待して待ってる姿がねなんかかわいそうでね、僕座っておやつやってとかやってたらなんか期待するでしょ、やれへんかっても、やれへんかったらそれがねちょっとかわいそうになってきてね。だからもう やるおやつを使わんとそういうのを教えようと思って教え出したんですよ。そしたら別にかわいそうと思わないじゃないですかこっちもほんで一緒なんですよ。まあおやつ使った方が楽は楽なんですが、さほど
変わんない。だからね、ビール引っかかったよ。もうやってないです。そういう使ってないです。もう終わった。もうあれ終わり、おじまじま終わり。終わりで座ってもしゃあないですよ、あなた。はい、サムネ、サムネです。サムネ、サムネ写真。はいはいはい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。できるだけね、できるだけ毎日投稿をやってみようかなと思ってます。はい。